東京都は今日、都内でのインフルエンザの流行が始まったと発表し、手洗いなどの対策を心がけるよう呼びかけています。東京都では、都内419の医療機関からインフルエンザの患者数の報告を受けています。今月17日から7日間での患者数が791人となり、流行の基準となる1施設あたり1人を超えたため、流行が始まったと判断しました。また、9月から学校や福祉施設などでインフルエンザとみられる集団感染がすでに59件報告されているとしています。都では、今年は去年よりおよそ1ヶ月早く流行が始まっているとして、例年よりも早めの対策が必要と指摘。こまめな手洗い、室内の加湿や換気を行い、ワクチンの接種を医者と相談するなど、対策を心がけるよう呼びかけています。